休憩時間が終わり次第開演となります。ベルが鳴りましたらお早めにお席にお戻りください。なお休憩時間は30時間ないしは3秒、不定期に開演いたしますのでご注意ください。さあ、空太郎の物語へ。月の深海では神秘的で恐ろしい不思議な海の怪物たちが自由気ままに暮らしていました。月の女神が倒れ悪逆な暴君が台頭すると、怪物たちは彼らを治める海の神怪人と共に支配に抵抗しました。怪物や怪人の力を恐れたムーンベアキングはピッグ将軍とシープ将軍に命じ、海を汚す油を撒き散らしました。闇の魔力の影響で海の怪物たちは強欲な悪しき生き物と化してしまいました。小さな勇者たちが潜った海底は暗く濁った水に覆われた日の光も届かぬ闇の世界でした。なんやのこの海、汚くて前が見えへんわ。二人がたどり着いたのは海底深く眠る古代の神殿でした。そこには巨大な神が黒い油に巻かれ戒められていました。ここは何やの？大丈夫か？何があったんや？リュグ城なら素敵なの怪人様？神様おんのにどないしてこんなんなってもうたん？トライデント。トライデント？それって何やの？トライデント、トライデント、トライデント、偉大なトライデント、怪人様の水場などもこう盗まれた？それってピッグとシープの仕業か？クラーケン！クラケ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 、怪手と盗んで海に潜む美脚の職種持つ支配の領分、クラーケン、クラーケン、伝説の怪物。カリバス勇者、勇者よ、これが最後の希望を、カリバスで、カリバスで、倒して、倒して、あのクラーケン、クラーケン、取り戻して、トライデントへお願い、勇者よさあ、ついでに妖精のおちびちゃんも一緒にね。おまかせ役歌ろうに、彼はいつでもヒーロー、闇ゼロ、もう大丈夫。それより宇宙船ちゃうねん、太陽の娘でやっつけたるで、正義のため
アホなことやらせんといてや。くだろう、ハリバスの勇者よ。海のためにクラーケン退治、行く手にまつは伝説の魔物。生き物たちが、このままではダメだ。怪人犯が悲しみにくれとる。イカたちがうちらをクラーケンとこまで連れてってくれるんか。こない慌ててあんたらにとっては命の危機やもんな。グータロー急ぐで。海に平和を。イカやウニやイクラやエビやトロを救ってくれ。アナゴにホタテ、それから白身や青魚も頼む。優しい神様でこのイカたちも幸せやな。上のイカちゃん誘導してくれとるわ。ほんまありがたいわ。頭撫でたろか。ええな、うちもうまいもん食いとなったわ。新鮮でピチピチしたもんがええな。寿司とか。空太郎は寿司ネタに失礼、海産物、あや魚介類、もとい海の仲間たちに導かれ、クラーケンからトライデントを取り戻す冒険へと旅立ちました。新鮮で美味しいお寿司のために。何言ってんのよ、ちゃうやろ、すべてレーストのためや。ちょうちょう、今の間違い、海の平和のため、世のため、人のためや。もはや手遅れです。怪人の使いのイカたちは空太郎を乗せ、クラーケンの潜む海の底へとひた走りました。深海に漂うクラゲを飛び越えて、海底の隆起を乗り越えて、鋭い刃のような岩を押し下げて、空太郎は進みました。海溝の斜面を下るにつれて、不気味な海の怪物の姿は増えているようでした。その時です。頭部に光る突起を持つ凶悪な魚が牙を剥いて襲いかかりました。超新アンコウか。アンコウや。空太郎の苦難は続きました。さらなる深海の怪物が空太郎を待ち受けていたのです。怪人の使いのイカたちは空太郎を乗せ、クラーケンの潜む海の底へとひた走りました。カニや。アンコウ鍋もええけどカニ鍋もええな。そうったわ、アンコウも捨てがたいね。迷うわ、ほんまどないしたらええね。
深海の怪物たちの執拗な攻撃をかわし、クー太郎はクラーケンの元へ急ぐのでした。浮遊するクラゲたちもまた怪人の使いでした。早く動く術を持たぬクラゲたちは要所要所で足場となることで、クー太郎の進行を助けました。そうやったんか、門に切るで。暗く深い海の底にクー太郎はたどり着きました。光は頭上遥かに遠く、水の汚れと相まって、あたかも夜の帳が降りたようでした。岩の中からサメが現れ、クー太郎に迫りました。乗せてくれるなんて、サメやん、サメタクシーやな。ひらめき知ってて心強いわ。イニシエの沈没船の残骸が海底に静かに眠っていました。イカの群れがまるで死者の魂を弔うかのように繰り返し繰り返し厳かに揺れていました。このマスト倒されてしまいそうや。無理やりにでも引き剥がさんと。いいてえな、これ野郎、何しやがんで。いきなり何してくれてんねん。伝説の魔物クラーケンはピッグとシープが撒き散らした闇の油の影響で邪悪な悪魔になり果て、海の生き物を切り刻んではその亡骸を飾り立て晒し物にした上で喰らい尽くしていたのです。なんちゅうひどいこと、極悪非道やな。
ヤット、おう、締めてやる。おう、うなぎかてめえは。あいたたた、うん、こりゃいい引きだ。トゲ付き三冠、お待ち。コースや、こないだ寿司、うちいらんわ。取った皿は戻さないのがルールですぜ。舐めよってからに、こないなったら戦争じゃ。横にわしも全部切り落としたで。かわすんや、こないな寿司、うちいらんわ。取った皿は戻さないのがルールですぜ。こないなったら戦争じゃ。残りの足も全部切り落としたで。吸い込んでやらあかん、クタロウ逃げ。みょー、ほんまごめんなさい、きやな、行儀悪いやっちゃで。ございました。
ントで海は元通り、サンゴはピンクでワカメは緑、ヒトデはオレンジ、ヒトデがオレンジ、トライデンすべては元の姿、そすべてがすべてが海の旅の見業、カニバスの勇者をたたえよう。うちはおまけのでしゃばりひまわりの種も、そっくりにウィアラソンスキーに吸い詰めての世界に世界の勇者クータローよ、お前のおかげで月の海はかつての輝きを取り戻した。深く感謝する。ありがとう、ありがとう、海がもっとに。もういいクータロー、お前に感謝の印を授けよう。カリバスに新たな力を宿した。お前の道の助けとなろう。少年の未来を切り開くカリバスに怪人の魔法の保護から新たな力が与えられました。それは運命の荒海を渡る力となるか、災いの嵐を呼ぶのか。クータローはカリバスと共に恐ろしい怪物を倒し、閉じ込められていた子供たちの魂を救うことに成功したのでした。クータローに助け出された魂が地球へ帰っていきます。闇の油に汚染された海で見事クラーケンを倒したクータロー、トライデントの力で海を浄化した怪人からカリバスに新たな力を授けられ、いざ遺憾、ピッグとシープを倒すため。では冒険の続きを始めましょう。怪人の使いであるイカに乗ったクータローは、ビッグ将軍とシープ将軍が待ち受ける敵の本拠地、クラブクロー島へ向かいました。クラブクロー島はもともとキャプテンギャフ率いる海賊団の隠れ家でした。しかしモビン王の襲撃に遭い、ギャフは愛せん者とも奪われてしまったのです。島にそびえ立つカニの爪状の奇妙な岩が見える頃、クータローはジョリー・ラムハム号のキャプテンギャフと再会し、共に島を目指すのでした。決戦の時は刻一刻と迫っていました。見えた、あれがクラブクロー島な。そう、我が愛するネジロクラブクロー島だ。前と変わらず美しい、うっとりするくびれと曲線だ。行くぞ、モノども、突撃だ。ルータロー、クラブクロー島はそっちじゃないぞ。そんな足取りじゃジョリーラムハム号からは逃れられんぞ。撃て。ふん、逃がすか。爆雷発射準備。そんなに沈みたいのか。なら二度と浮かばないようにしてやる。爆雷投下。なんだこれは、敵の攻撃か。だってうちらのこと忘れてるやろ。クータロー起きて、このままじゃうちらおしまいや。
リバスがパワーアップしたようだね、かわいこちゃん。そいつを切ってみな。さあ、焦らなくても大丈夫、落ち着いてやるんだよ。何度もチョキチョキやるんじゃないよ、一度だけ直近ってやりな。ストップ。カリバスの色が変わっただろう。そのタイミングで何か起きるとより早く遠くへ飛べるのさ。こんなタイミングでチョキチョキって切るんだよ。いい？そいつでこっちまで飛んでみな。落ち着いてやってごらん。さあもう一回。やっぱりあんたは見どころがあるよ。それじゃ頑張ってこの船が沈む前に脱出してみな。あたしは一足先にバカンスを楽しませてもらうよ。ジョリー・ラムハム号からの容赦のない攻撃は続いていました。行き止まりやん。でもあのネバネバ切れそうやな。艦内には数多くのパイプが複雑に張り巡らされていました。ぐるっと一回転、切らない。うまいで、完璧や。潜水艦の中に潜水艦、どないなったの？イエロー、そう、サブマリンはイエローです。そうあるべきものなのです。のどかで優雅で平和な時代、未来を信じ、傷つきやすく、家族の愛こそが全てだった。少年だった頃のあの素晴らしい夏の日々。何言ってるかわからん。Thank you.
ギャフ船長の攻撃はモビン号の外殻を揺るがし内部を破壊していました。うちらごと沈める気かいな、あのおっちゃん。モビン号の中は火の海でした。エンジンは爆発寸前、床は浸水した海水であふれかえり沈没寸前。海が沈みそうやのに、どこも残っちゃな。圧力上昇中、強制排気。ダメ、順番に少しずつ圧力を下げないと爆発します。海へ引きずり込まれたと思ったら今度は空から帰ってくるとはな。面白いやつらだな。あんたのせいや。中にうちらおるのにバカすかバカすか大砲撃ち込みよってからに。もうねえ、なんとか助かった。ねえ、まずいことになったな。幸運の女神が奴らに浮気したようだ。あの島、そんなにヤバいんか。クラブクロートは難攻不落の要塞だ。外周は船を寄せ付けぬ断崖絶壁。それを越えても高い城壁が立ちふさがり、険しく曲がりくねった山道には数多くの砦が待ち受けている。あの島に立てこもられたら迂闊に手は出せないぞ。そんな厄介な島奪われたらあかんで。なはは、なに、散々付き合ったフル女房だ。攻め心も心得ている。見ろ、でっかい大砲やな。自慢の特別製の大砲だ。こいつならあの島の中腹まで届く。一発ぶちかましたね。クータロー、お前の力が必要だ。位置につけ。何、まさか。発射。轟音とともにクータローは大砲から撃ち出され、凄まじい速度でクラブクロ島へ飛んでいきました。あー、もうむちゃくちゃや。クラブクロートはそのカニや、カニちゃんや。そう、そのカニの爪のような見た目からクラブクロートと呼ばれ、ちっちゃくてかわいいやんじゃな。そう、ちっちゃくてかわいい島で違う。ここはかつてキャプテンギャフ率いる海賊団の隠れ家であり、今はピッグ将軍、シープ将軍の本拠地なのです。
ブー太郎ピカリナ、今回の任務はピッグとシープからムーンストーンを奪還することにある。なおこの台本は自動的に消滅する。あてずって、はぁ、アホや。くらえ、めー、なんやねん。クワ太郎、この切り株見てみ、タコみたいな顔してへん。シープも行儀悪いな。いやいや、普通に罠ですから。これ何を取り喋っとんの。ボケたんやからきっちり突っ込んでよ。クラブクロー島の中は暗い灰色の機械に埋め尽くされ、鋼鉄の怪物の根城のようでした。ごっついメカムカしいとこやな。この潜水艦もここで作ったやろか。ピックとシープのくせに。キヤ、潜水艦モビー号を建造したのはあの二人ではありません。実はムーンベアキングにはこの手のことを得意とする将軍がいて。どうでもええわ、説明なんて聞きとうないわ。道を狙う台風、崩れる道、剣の山、落とされる火薬だる。キャプテンギャグの言うとおり、まさに難攻不落の要塞でした。ギャグのおっちゃんの住みかやったんやろ。普段どないして出入りしてたんやろな。
5 4 3 2 1。カニロボさん、ゴー。コーラ待てや。緊急指令、クラブクロー島の秘密基地に敵エージェント潜入中。ビッグシップ、カニロボット1号で直ちに排除せよ。イエスサー、イエスサー。なんでそっちの正義の味方みたいになってん。ほら死刑、ついかっこいいメガに夢中になって。あ、ほか頼むでほんま。ビッグ将軍とシープ将軍は島の内部に隠されていた。やったで、中身が丸見えや。きったりきったり。左舷第一前脚破損、バランスを取れ。了解、バランス取ります。どっちの味方やねん。もうええわ。クータロー、反対側の足もやってまえ。でっかいカニが出てきよったで。この島の主やろか。巨大なカニは縄張りを荒らしているカニロボットに背後から襲いかかりました。なんてこった。カニロボット飛行モードに移行せよ。ねえ、カニロボ本当に鬱陶しいやつですね。チョコマカド。よし、ならばカニロボットトラクタービームをお見舞いしてやれ。了解、トラクタービーム照射。誘爆する。メインエンジンが火を吹いた。危うしカニロボット1号。追いかけるで。あのロボットをぶっ壊してビッグとシープを引きずり下ろすんや。灰色の煙を切って何者かがカニロボットに迫ってきます。クータローです。クータローがカリバスを振り回し襲いかかってきます。こっち来んな。今はダメ。切るなんてもったいない。これでしまいや。ああ、もう大切なロボットが真っ二つじゃないですか。あいつを倒せばムーンベアキング様から褒美がもらえる。ブハハハハ、八つ先にしてやる。キョブ、俺の剣を受け止めるとは。ねえ、大砲をお見舞いしてあげましょう。へったくそ。とどめです。ねえ、私の大砲。ねえ、あれはここの自爆装置。やめあたしたちを祝福してくれているみたいね、キャプテン。なあ、地上の花が美しすぎて空の花など見る気もしない。僕の目に映る花は君だけさ、ハニー。月の魔女とキャプテン役は末永く幸せに暮らしました。いつまでも、いつまでも。手に終わらせるな。これは俺の物語だぞ。ふざけるな。どいつもこいつもバカにしやがって。またしてもクータローのやつめ、次こそ必ず貴様を捕らえてみせるぞ。
ムーンベアキングの怒りが静まることはありませんでした。いつまでも、いつまでも。クー太郎はカリバスと共に恐ろしい怪物を倒し、閉じ込められていた子供たちの魂を救うことに成功したのでした。クー太郎に助け出された魂が地球へ帰っていきます。